ポルトガル領インドはインドにかつて存在したポルトガルの植民地。イギリス領インド帝国が1947年に独立した当時、ポルトガル領インドはインド西岸の飛び地、ゴアやダマン、ディーウ、現在のダードラー及び長るハベーリー、連邦直轄地域を所有していた。ポルトガル領インドの領土はゴアと相対してみなされることもある。ガマ最初に。 ポルトガルがインドに足跡を残したのは、1498年5月20日、バスコダガマがカリカットに上陸した日であった。アラビア商人の反発を受けながら、ガマはカリカット地域の領主ザモリンから、通商権の許可を示す曖昧な書簡を手に入れた。しかし、後にザモリンに品物すべてを置いていくよう迫られるのと、並行して、彼は通知なしに出港しなければならなかった。 ガマは商品を渡さなかったが、貿易準備の命を下して、数名のポルトガル人を残した。1510年、ポルトガル帝徳、アホンソで、アルブケルケは、ビジャープル王国を打ちまかし、ベイリャゴアに、高級の植民地を手に入れた。南端の地域は短縮してゴアと呼ばれ、ポルトガル領、ゴアの中心地となり、アジアにおける、ポルトガルの領土を治めるポルトガル複王の、 所在地とした。インドにあったヨーロッパ諸国の植民地ポルトガルは、グジャラートスルターン、朝のスルターンから数カ所の領土を得た。ダマン、サルセット、ボンベイ、バセーン、ディーユである。これらの領土は、ポルトガル領インドの北部地域となった。ダマンからチャウルまで海岸沿いに100キロ広がり、内陸へ30から50キロあった。地域は、城塞都市バサイムが支配した。 ボンベイは1661年にイングランドをチャールズ2世のもとへ課したポルトガル王女カタリナの持参金の一部として活用された。北部地域のほぼ全域はデカン戦争後1739年にバサイイの戦いで失われ1779年にダードラーとながるハベイリーを獲得した。1947年にイギリスからインドが独立した後、 ポルトガルはインドからの領土保有を断念してほしいという依頼を拒絶した。ハーグの国際司法裁判所による決定はダードラーとながるハベリーへの接近とみなされる行為によりインド市民がこの地域に多数集結すると南極を迎えた。1954年からゴアを統治しているポルトガル人たちが出ていくよう平和的な非暴力独立運動。 サティー・ヤーグラハの試みが、ゴアの外側からなされたが鎮圧され、首謀者らは殺されるか監獄へ入れられた。その結果、インドは領事館を閉鎖し、ポルトガル領ゴアに対する経済的な輸出禁止を課した。インド政府は1955年から1961年まで待機と監視の姿勢をとり、ポルトガルのサラザール政権へ抗議した。すぐに、 1961年12月には、インドのゴア軍事侵攻が起き、ダマンとディーウでは、不適当なポルトガルの抵抗運動に直面した。中止命令が布告されたにもかかわらず、ポルトガル武装勢力は侵略者に打ちまかされるか、殺されるかのどちらかを支持され、公式停戦協定は結ばれなかった。装備の不十分な抵抗勢力には、ポルトガル軍の貧弱な火力と要因が、 与えられたのみだった。対するインド軍は、陸海空の3軍の集結を背後にした、十分に武装した3万人の軍勢であった。最終的に、領土は1961年12月19日に、インド共和国に併合された。ゴアの聖堂、セカテドラル。 ポルトガル本国のサラザール政権及びその後のエスタド・ノボ体制は1974年までポルトガル国民議会においてゴア、ダマン、DU のインド支配を拒絶する主張を続けた。アメリカとイギリスもこれに同調し国連安保理で避難決議案を提出したがソ連が拒否権を発動し採択されなかった。1974年に カーネーション革命が起こり、リズボンの新政権は、インドとの外交関係の修復を図り、ゴア、ダマン、DU のインドの主権を認めた。しかし、軍の引き継ぎのために、以後ポルトガル領インド住民の願いは考慮されることは、なかったにおける、民族受決権国連決議第1541条と1542条を参照。住民は、 ポルトガル市民権を保持する権利を持ち続けた。しかし2006年よりポルトガル統治時代に出生した者に限定して市民権が制限された。ありがとうございます。